はい、どうも、たまつばれです。今回、毘沙門拳の、手に入れ方が分かりましたが、どうやらマースラスたちを倒さないと手に入らないみたいなので、ちょっとね、厳しいかな。まず、倒さないことには手に入らないみたいなんで、まあ、なんとしても手に入れたいなと思います。ただ、やつを倒さないといけないんですが、ちょっとね、ヒットポイントが足らなすぎる。よって、ちょっと、回復がてらに、山奥で、ここがまだ敵が出るはずなんで、あ、もう出ないかな。は、出ねえ。また幕空間行かないといけないかな。銃がね、思いのほか強かったんでね、なんとかクリアできましたが、もうあとわずか2発しかないという状況ですね。さあ、どうしようかな。まあ、身代わりの護符もあるし、マンセラスのところに回復薬もあったんで、なんとかなるかな。何度目でしょう。虫けらめ、よくたどり着いたな。だがここまでだ。ここから先は現場の世界。人間のお前は通せんな。またてめえか、突っ込んでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと？人間の分際でこのギルデンスタン様をバカにするとは。まあいい。ならば、私の作り出した最高傑作と戦ってみろ、マーセラス！行け、マーセラス！つけやがった虫けらを叩き潰せ！行かない。
他のメンバーやってやがって。倒した。ああ、よかった。よかった。オッケー、よかった。さあ、現場から行きましょう。ここかな。開きましたね。最強の武器らしいんでね。これは圧倒だ。これは強そうですね。ということでこのまま行ってもいいんですが、ちょっと一旦回復薬とか集めたいんで幕空空間行っていきたいと思います。それでは、一通りやったらまたやりたいと思います。それでは失礼します。